I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. いやー、そうか、新一の。遠く行った。うんって気持ちよくはまりましたね。さあ、しんちゃん、今日はどんなお話でしょうか。あの、これ女性の方ね、はい、なかなかあの行ったことがない。ほう。まあ経験はしたことあるでしょうけど、うん、女性の方が入れない場所が、あの、あるので、はあ、今日ちょっとそれをね、何、まあ、先週末か、はい、先週末皆さんカラフルレッスンでお忙しい中、僕もライブでちょっと北海道行ってたって話をしたと思うんですが、はい、あの、僕らね、基本あの1泊2日とか、はい、ロングステージじゃない場合は基本サウナに泊まるんですよ。ほう。サウナ、まあ、カプセルホテルがついている、あのカプセルルームがついているサウナに泊まって、はい、ええ、その地方を過ごすんですけど、はい、むちゃくちゃサウナってあの便利がいいし、はい、むちゃくちゃ中の施設がもうとにかく充実してるんですよ。へえ。札幌のすすきのの街のど真ん中にある、あのリフレっていうサウナは、はい、まあ言うたら全国のサウナ選手権みたいな、はい、でも2位になるぐらいにほど中の施設がものすごく充実してるんですよ。サウナ自体もいいし、うん、内容がいいんですか。もう中が充実してる。とにかくそれで2位に選ばれた。選ばれた。へえ、ね、それは何、うん、その女性は知らないかもって言われましたが、女性入れないんですよ。男性しか使えないんですか。そうです、そうそう。ああ、そうなんだ。これだから女性の方はなかなかそういった施設にね、サウナ施設とか入ることってなかなかないので、中ってどうなってんだろうとかっていう、結構女性目線から言うと未知の世界じゃないですか。あ、温泉旅行に行った時に、うん、その温泉の中にサウナがある、うん、そこには行きますけど、うん、あ、そういうのとは全然違うわけね。じゃあもうサウナ、まあ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 、そうね。へえ。まあ温泉大浴場があってサウナがついてるのはそんなに、そのなんていうの、温泉施設は変わらないんで、はい、あるんだけど、サイドがいいのよ。サイドが、へ、まず例えばホテルとサウナの違いって、サウナっていろいろ、まあ施設によってまた違うんですけど、入った時から24時間で選べたりとかするの。あ、入った時間、チェックインした時間から24時間だったの。例えば明け方4時にチェックインすれば次の日の朝4時ぐらいまで行けたりとかするのよ。へー。だからホテルだと例えば、夜遅くね、すすきのの街とかでみんなで飲んだりとか食事したりとか帰ってきたりとかすると2時3時、はい、次の日11時チェックアウトとかなるともう7時間しか利用しないじゃない、はい、そうですね。なんだかんだ言って、寝て終わりじゃん、うん、でもサウナだと別にその時間から次の日の夕方まで全然行ってもいい。12時間だったりとか、その時の金額で選べたりとかするのよ。へ、例えば、朝ね、ちょっともうサウナに行って寝て始発で帰ろうとか、うんうん、言うと3時間パックとかでもいいわけよ。あ、料金も自分に合った料金で選べるわけ。そうそう、選べるし、予約しとけばいいし、はあはあ、ね、なんならもっと言うと荷物は全部、あのでっかい荷物はフロントで預かっていただけるし、はい、で自分の荷物は手に荷物だけ持って、はい、ロッカーに行って、自分の番号、はい、ロッカーに入れて、そしてそこで全部もう脱いで、はい、館内着に着替えるわけですよ。お、だから洋服をもういちいちそのどうのってことはない。自分でその何、もう、まあ、コインランドリーももちろんついてますし、へえ、その間に洗っとくこともできるわけ。できるです。コインランドリーも全部中についてるし、さらに言うと、もうあのお風呂上がってきてからもうバスタオルももう自由にこう使っていいですし、何枚もありますし、へえ、サウナ入ってお風呂入って、もう体のゴシゴシタオルもある、全部、はい、ヒゲ剃りもある、中は歯ブラシもあって、うん、歯磨き粉まである。うーん、手ぶらでいいんだ。うん、全然手ぶら。自分はもうロッカー番号とか、はい、
なんかそれだけでいいわけよ。でそこで入ってでドライヤーとかこう乾かすとこ行くでしょ、はい、そうするとなんならもうリフレにはストレートアイロンまでありますから、全部あるわけ。あそう、まあ、化粧水も全部ある。化粧水もあって、はい、でさらにワックスまである。種類も全部あるす。いろんな種類。もちろんね、そこからお仕事に行くっていう方もいらっしゃるでしょうからね、うん、飲みに行くとか遊びに行くとかって言ってもそこでもういろいろ準備できてパシッと髪決めていく人もいるしね、うん、で他の会に行ったら食事できるとか居酒屋みたいな感じもあって、会が何回もあるの？あの北海道は2回になってるんです。いや、そのビル自体が全部そうなんですけど、で上はだカプセルになって寝るところになってたりとかするのよ。あ、ちゃんと寝ようと思ったら、うん、上に上がって、うん、それこそ本当に一人もう一人畳1畳分ぐらいのなんか寝るスペースがあって、そこでもちろん中にはテレビもついてるし、なんなら休憩どころにはみんな全部リクライニングシートになっていて、はい、もうどこ座ってもいいんですよ。リクライニングシートでこう体でそのもう本当今はリクライニングシートからこうテレビがついてる。でヘッドホンでそのテレビも見れるし、一人ずつ一人ずつ、すごいすごいでしょ、うん、飛行機のファーストクラスみたいじゃない。そうそう、ボタンピッと押すでしょ、ピーンパーンってなって、はい、店員さんが来てそこでメニューを頼める。ご飯を、そう、そしてご飯もメニューむちゃくちゃ豊富です。もう何から何までもうね。そのご飯は、うん、座ってるその席でいただけるんですか？そうです。お会計はその場で支払うんですか？いや、もうロッカー番号で帰りです。あ、いろいろメニューもこだわってて、はい、もうね俺がね驚いたのが、はい、まあ深夜なのよ、だからちょっと食べたいなっていう、うん、なんかなんていうの、がっつりではなくて、がっつりでももちろんチキン南蛮とかいろいろ定食もいろいろあるんですよ、いろいろこうある中でちょっと食べたいな、卵かけご飯、あ、いいですね、にトッピング、とろろ、なめこ、明太子、イカの塩辛、そんなにあるんだ、いろいろあって、はい、その中でおすすめはこれでこれこれありますいいですよとかってあるんだけど、まあ、自分で選んでそれで400円とか、へえ、500円とか。ちなみに一泊しようとしたら一人いくらぐらいですか？予約によって、あの、まあ、金額が変動する、予約サイトによって違うんですけど、朝食バイキングつけて。バイキングもあるの？あるよ。朝食バイキング、これがまたいいのよ。種類も豊富、そこはね北海道リフレはいいのよ。へえ、もう種類豊富だし1,000円、その朝食がバイキングが、へえ、1000円プラスして1人5,000円とかです。はあ、でも中で結構やっぱ俺も使っちゃうのよね。マッサージもあるし、あ、はいはい、赤すりもあるし、頼めば別の料金でね、もうなんならマッサージも中国式とかいろいろあるし、いいな、タイ式とかでもあるし。それ男性だけなんだ。そうなのよ。話を聞いていると、うん、韓国のチムジルバンを思い出しました。あ、まあね、みんなそんな感じだよね。そういう館内着を着て、はい、着てご飯も食べられるし、ゴローンって横になることもできるし、あ、そうそうそう、ちょっとこう体を温めるサウナみたいなとか岩盤浴みたいなところもあるしっていう、うん、そのさらに充実したというか、そうだね、ちゃんと寝る場所もあったり、サウナーにとっては、はい、なんていうの、水風呂の一定の温度を保ててるか、はサウナの温度がきちっと、はい、でサウナの中のタオルとかもきちっとこう整備されている、清潔感がちゃんとあるかっていうところ、そうね、衛生面大事、そうそう、そういうのももうきちっとしてあります。へえ、タオルは1枚いくらじゃないんですか？じゃないです。もうバスタオルもボンって置いてあって、ちっちゃいタオルもボンって置いてある。もうそれいくら何人に何枚使ってもいいですよ。いいな、それ。なんで男性だけなんだろうか。いや、すごくいいよそれ。あのさ、うん、ファミリー向けにしてほしいな。これファミリー向けだとどうなんだろうね。まあこれは本当にもう本当男性の本当オアシスというか。そうなんでしょうね。しかもまあいろんなことを、うん、なんていうのかな、もうタオルはここですとか、ヒゲ剃りこれですとか、もう、うん、一本化することで経費も抑えるみたいなことがあるから。今ね、はい、特にサウナが今ものすごい ブームになってるから、福岡でも実はいろんなサウナができてるの。へ、これもう完全個室で、はい、もちろんあの
水着でカップルで入れる。そう今ねいろいろとあるんですよね。サウナがあってラグジュアリーですごく綺麗だね。いや RKB テレビで、うん、整いマップっていう、うん、整うね、はい、うん、もういろんないいサウナを回るっていう人気コーナーがありまして、うん、それ見てると私全然サウナじゃないんですけど、うん、いいかも整いたいと思いますね。いやむちゃくちゃもう本当ね、もう一時前まで岩盤浴がとかって流行ったんだけど、はい、もうサウナの暑さから水風呂にバーン入ってギャーって体冷やして、うん、でやった時の爽快感なんでしょ。爽快感もうたまんないから。わー、でもその北海道リフレの話聞いたらそこに行ってみたくなった。リフレもうね、あのね熊本にもあるの、うん、熊本が1位なの。でもそれも男性なんでしょ。そうですそうです。それで僕ら最近おすすめなのは長崎の都ホテルだったかな、都じゃない、宮古サウナだったかな。長崎これも男性しか入れないんです。またかいな。結構週末とかになってくると、はい、もうもちろんカプセルは埋まっちゃうし、あのリクライニングで寝る人は出てくるのよ、はい、でも長崎のそこは絶対に定員しか入れない。あ、じゃあ全員カプセルのホテル、あ、ベッドで寝たい人って言えば全員寝られるっていう風にしたの。その人数しか入れないし、リクライニングの人数しか入れないからたまにカオスな状態になるわけよ。あのリクライニングのとこも溢れかえちゃって床になんかバスタオルとか敷いて寝てる人とかもダーッと出始めちゃったりとか溢れかえちゃう時もあるのよ、まあ、そうか、そういうシチュエーションがあるっていうことを考えたらやっぱりファミリー向けじゃないね。そうそう、だからそういうならないように長崎のそこのサウナはきちっと定員だから、はい、お風呂場も混むことがない。うわいい ね体洗う場所の体シャワーが出るところの奥に火球がある。奥にへ、港サウナ。あ、港サウナ、そうだ、港サウナ、これいいのよ。もう長崎行って、ね、水風呂の温度もちょうどいいし、へ、サウナの温度もちょうどいい。火球が体を洗う前のところにザボッとすくってザバーッとかけれるのよ、うん、これがまたいい。で清潔感抜群。 そこ大事ですもんね、うん、一番おすすめなのはやっぱり1日1泊ぐらいするのがいいんですか。あ、だから人それぞれによって利用形態とか時間を変えれるのがもう、まあ、そこがいいんでしょうね。サウナは抜群にいいし、で最近だから女性専用のサウナとかもでき始めてるみたいだから、へ、だからサウナっていうものにこう泊まり慣れてないとか、はい、もちろんカプセルとかでどうやって寝るのみたいなさ、あの蜂の巣のようにこうなんて1階と2階で分かれてこうバーって並んでるから全然過ごしやすいですよ。なんならむしろあれぐらいこうなんていうの、閉鎖的な空間で一人でいる方が落ち着くかもね。落ち着く。へー、中身は覗いたことがないし見られませんからね、私たちはね、見たくてもね。はあ、快適なんだ。快適なのよ。じゃあ今回の北海道のライブでは、うん、このススキノのリフレで体を整えてから、そうそう、ちょっとねやっぱ長くなっちゃうとホテルとかの、はい、なんて言うんだろう、あのメリットみたいなのがすごく出てくるのでそっちに泊まるんですけど、やっぱ一泊とかそれだと2日だとサウナで十分ですね。ほう、整うし疲れも取れるし、そう、よかったですね。一人旅が好きな僕にとってはもうサウナって最高なのよ。そうね、ピュッと行ってもうサウナ泊まってピュッと帰ってくるみたいな。哲郎さんと、相方の哲郎さんとじゃなくて、うん、一人で泊まったんですか。いや哲郎と泊まるんです。でも中に入ったらもう別々です。別々なんだ。それぞれのもうそれぞれのタイミングでそれぞれの時間で、でリクライニングのところにはもう1万冊ぐらいリフレには漫画があるし、へー、もうほんと漫画喫茶みたいになってるし、天国ですね。もうほんとだ、なんならもう全てがサウナで解決しちゃうっていうか、入ったらもう出たくなくなるっすもん。しばらく住みたくなるんじゃないの。そうそう、だからロングステイされてる方もいるんですよ。へー、1ヶ月とか2ヶ月ロングステイ用の部屋もあったり。え、そんな部屋があるんですか。あるっす。で1ヶ月いくらっていう金額でこうやったりとかね。へえ、もうもちろん24時間営業ですか。そうですよ。わあすごい。その間に、うん、ちょっと今こちらはお掃除の時間ですから待ってくださいみたいな時間を設けて、そうそうそう、衛生面を保ちつつ、例えば朝9時から、あ、10時から12時1時までは
あのお風呂場浴槽が掃除ですよとかっていうのがこうある。へえ、楽しそう。もういいよ本当に。へえ、楽しそうだけど行けない。そう、男性の方もなかなかね、はい、出張とかで、ビジネスホテル泊まられている方とか結構多いと思うんですけど、選択肢に入れてなかったっていう人もいるかもしれませんね。そう、一度ねなんか泊まってみて中の快適さとか。へえ、これねまたねいろいろあるんですよ。古い昔ながらのね、本当、サウナが好きっていう方もいるんですよ。ああ、好みは様々。好みは様々なんですけど。しんちゃんさっき、イフレっていうのは今回は北海道すすきので行ったけど、どこだっけ、もう一個は1位を取ったのは熊本の、なんか熊本らしいですわ。このリフレっていうところはチェーン店なんですか？いや、そういうわけじゃない。違うと思うけどね。ああ、そうなんだ。福岡でもウェルビーとかっていうのがやっぱり有名なんだけど。あ、それは知ってます名前、ウェルビーもね、僕ウェルビーは昔バージョンが好きだったんだけど。あ、そうなんだ。うん、結構いろんなねサウナ僕行ってるんで。へーうわー楽しそう。ごめんなさい、今日はサウナの話をちょっとね、はい、ちょっと熱く語ってみましたけども、お話を通して整いました。もうぜひぜひ皆さん、今おしゃれなとこもありますんでね、はい、ててワッフルーム、安岡慎一の遠くへ行ったでした。落語家の立川昭司です。1週間のニュースの中から気になる話題を題材に新作落語をお送りしているポッドキャスト番組、立川昭司のニュース落語、もう聞いていただけましたか？政治家の問題発言や動物たちの微笑ましいエピソードなどなど、落語の世界でお楽しみください。アップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルの各ポッドキャストで立川昭司で検索してフォローお願いします。また生放送でいち早く番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ立川昭司金サイトを聞いてください。毎週金曜朝6時半から10時まで生放送中です。さらにこの立川昭司のニュース落語は本で読むこともできます。お近くの書店、ネット通販でお買い求めください。本と音声両方で立川昭司のニュース落語、どうぞごひいきに。めちゃくちゃお得ですからね、これね。ああ、毎週考えてんだよ。